リストカッター旗手。このコーナーは、困ったことがあるとリストカットで解決するという面倒くさい癖を持った、どこにでもいる普通の女の子の姫街道旗手ちゃんの日常を描くハートフルなコーナーです。今日もリスナーの皆様から旗手ちゃんの日常に関するお便りがたくさん届いています。それでは早速いつものようにおはがきを順番にご紹介していきましょう。なおこのコーナーは東方二次創作であり、実在する姫街道旗手とは一切関係がありませんので、そういったあれが苦手な方は、ブラウザの戻るボタンを押すかタブを閉じた上でスカイツリーの最上階からコードレスバンジージャンプに挑戦してみてください。旗手ちゃん、横断歩道を渡る。ボタンを押して、信号が青になるのを待っていた旗手ちゃん。すると、後からやってきた女が10秒ぐらい待ったところで、こいつ、ボタン押してないんじゃないの？というような顔をしてもう一回ボタンを押しました。するとその直後に、信号が青に変わりました。やっぱこいつ押してなかったわー、的な感じで横断歩道を渡る女を見送り、自分は渡らなかった、旗手ちゃんは。旗手ちゃん、本を買う。帰宅途中で本屋に立ち寄った旗手ちゃん、発売されたばかりの漫画を買い、後で電車の中で読もう、とウキウキ。続いて立ち寄ったのは、コンビニエンスストア。お弁当を買おうと店の中を歩いていると、本のコーナーに、さっき自分が買ったのと同じ漫画を発見。もし今私がコンビニを徘徊中の万引き G メンに疑いをかけられたら、もしここで自分が持っている漫画を見つけられたら、私は自分の無実を証明できるのか。いや、普通にしていれば万引き G メンに疑われることすらありえない。でも、普通って、なんだろう。考えれば考えるほど、動きがおかしくなる旗手ちゃん。いやいや、そもそもこのコンビニに万引き G メンなんかがいるとは限らないでしょう。いや、そう思ってみると店内全員が万引き G メンに見えてきた。もしかして私囲まれてる？ああ、なんだかわからないけど、土下座しながら。お願いですから親には連絡しないでください。って店長に必死に懇願してる顔面モザイクの自分が放送されている警察24時を、みんながテレビで見ている様子が脳裏に浮かんできたぞ。そして文房具コーナーへ進んだ旗手ちゃんは、旗手ちゃん、脳トレにハマる。脳トレにハマる旗手ちゃん、毎日のように脳年齢を更新、DS の岡崎教授に褒められることこそが自分の存在意義。ある日のこと、今日は DS を開いていなかったことを思い出す、急いで DS の電源をかちり、毎日トレーニングを選び、自分のデータをタッチ。昨日は、顔を拝見しませんでしたね。一瞬岡崎教授の言葉が理解できない旗手ちゃん、ふと時計を見るとなるほど午前0時23分、日付は翌日へと移り変わっていたのだ。昨日は、顔を拝見しませんでしたね。教授の知ったが、エコー付きで脳内を反響する。昨日は顔を拝見しませんでしたね。クソニートの分際で、一体何に時間を費やして嫌がったんですか？ダミンですか？ぼんやりですか？自分の立場もわきまえず毎日毎日 DS かましてる方が問題なんですけどね実際。お前が脳のトレーニングだとか言い訳して簡単な足し算に逃げ込んでいる間にも、かつての同級生は汗水垂らして働いてるわけだよ。脳トレよりも職業訓練だろ。君の場合は、岡崎教授の本音が耳を塞いでも聞こえてくる。黙れ黙れ、教授の顔を液晶が滲むまでつついた、旗手ちゃんは。旗手ちゃん、スイカを使う。最近、巷で噂のスイカを購入した旗手ちゃん。よし、これでスイスイ電車に乗れるぞ、と意気揚々と改札へ、そこで女子高生とぶつかった。あ、すいません、と、旗手ちゃん、マジキモいんだけど、わざとぶつかったんじゃないの？私とぶつかったぐらいでサナハタとか妄想してんじゃねえの、このコミュ障、と、言われた気がした旗手ちゃん。いつもならここで一本いけるが、スイカを味わうまでは我慢我慢。気を取り直して、改札のタッチセンサー部分にスイカを近づけた旗手ちゃん。しかし、ピンポンという音の後に、目の前の扉が閉まってしまった。ああ、チャージするの忘れたと思った時には後の祭り。後ろからの、何やってんだよ、という無言の言葉の弾丸で心肺停止同然の状態。券売機に戻り、有金すべてをチャージして無事電車に乗り、見知らぬ駅に降り立ち、発進する電車が視界から消えるまで見届けた旗手ちゃんは、遥か遠い空、何か聞こえてきた。本日の旗手ちゃんはいかがだったでしょうか。どれも心温まるハートフルなエピソードでしたね。このコーナーでは引き続き旗手ちゃんの日常に関するお便りをリスナーの皆様より募集しております。あなたの見かけた旗手ちゃんをぜひご応募ください。それでは本日のコーナーは以上で終了します。
また来週、この時間にお会いしましょう。社名丸あやと、アシスタントの犬走りもみじがお送りしました。手首は切る。